兄弟姉妹の皆さん、皆さんをヤングアダルト対象のワールドワイドディボーショナルに歓迎します。この放送はプロボにあるブリガム・ヤング大学キャンパスのマリオットセンターからお送りします。特に初めて参加する方々を歓迎します。このようなディボーショナルが皆さんの生活を強め祝福するよう願っています。私はユタプロボヤングシングルアダルト第13ステーク会長リッチウッドです。ジュニスト展開会長のラッスル・M・ネルソン会長を歓迎し、ネルソン姉妹が今晩共に来てくださったことに感謝します。ネルソン会長と姉妹は後ほど本日の話者としてご紹介します。壇上には地域支住人の R. スコット・ルニア長老とタミー姉妹、教会教育委員長のキム・B. クラーク長老と妻のスー姉妹、本日の話者であるネルソン会長と姉妹、また私の妻のレベッカ、ブリガム・ヤング大学学長のケビン・ J. ワーゼン会長とペギー姉妹、またその他教会教育システム及び宗教教育セミナリーインスティテュート教育長の皆さん、他の指導者の皆さんにも感謝しています。またそれ以外にもプロボシティセン、ユタプロボシティセンター神殿のプロボユタプロボ神殿のリビングストン会長、ユタプロボ伝道部のホッチマン会長ご夫妻、ユタオーレム伝道部のキルパック会長ご夫妻、また地元の多くのヤングアダルトの指導者の皆さんと伴侶の皆さんも伝わっています。この会を始めるにあたり、賛美歌116番我に来よう聖歌隊とともに全員で歌います。式はプロボヤングシングルアダルト第187ワードのダニエル・ウィンターソフ、オルガン伴奏はノラ・ヘス姉妹です。賛美歌の後、プロボヤングシングルアダルト第181ワードのパーカー・ジョンソンが開会の祈りを捧げます。Thank you.
永遠の天の父なる神様、私たちヤングシングアダルトとしてここに集い、世界中のから集い、霊感と導きを受けるために集まってきました。私たちはネルソン会長に管理され、またネルソン会長と姉妹からお話を聞く機会に感謝します。私たちの心が開かれ、私たちがへりくだりメッセージを受け取ることができますように助けてください。またネルソン会長とそれ以外の十二使徒天下の兄弟たちを強さと、また引き続き奉仕する望みを持って務めることができますように祝福してください。モンソン大官庁の祝福があり、モンソン大官庁が支えられますように祝福してください。聞く人たちがこのメッセージを聞き、また私たちの生活を改善することができますように、またこの時代において世の光となることができますように、そして引き続き従順でありことができますように助けてください。また天の助けがこの時にありますように、また私たちが勇気を持って立つことができますように助けてください。この福音に感謝しています。この福音を通して私たちは知識とまた幸せを得ることができることに感謝します。御子の贖いに感謝します。また私たちが日々の生活の中にその力を取り入れることができますように祈ります。私たちの愛を表明し、また感謝を申し上げます。これらのことを信仰と感謝を持ってイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。パーカー、美しい祈りをありがとうございました。今晩はユタバレー大学インスティテュート聖歌隊が音楽を提供してくれます。インスティテュート教師、指揮は宗教教育セミナリーインスティテュート教師のライエン・エゲット、伴奏はアマタンジェロ姉妹です。音楽の後、ウェンディ・ W ・ネルソン姉妹からお話を伺います。その後、十二使徒定員会会長のラス・レム・ネルソン会長のお話をお伺いします。ネルソン会長のお話が終わりましたら、聖歌隊が賛美歌神の御業に進みて歌います。閉会の祈りはプロボヤングシングルアダルト第189ワードのナタリー・カスティロです。それから聖歌隊がシオンの強者を歌います。
聖歌隊の皆さん、素晴らしい音楽に感謝します。愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんと共に集えることをとても嬉しく思います。皆さんが本当にイスラエルの希望であります。これから話す間、皆さんがまさに必要としているメッセージを聖霊が届けてくださるよう祈ります。夫と結婚する前、私は25年以上にわたり結婚と家族セラピーの教授をしていました。後半の13年はこのブリガム・ヤング大学で教鞭を取りました。何千組もの夫婦のカウンセリングを行う中で、崩壊した家族や破綻した夫婦関係について悲惨な話を次から次へと聞きました。結婚生活においてこうそうするもの、そうさないものを直に見ました。何が破綻した夫婦関係さえも癒し、何が一夜にして夫婦関係を破綻させるかもしれました。今日は皆さんが大好きなテーマ、愛と結婚についてお話したいと思います。今日は4つの真理について分かち合います。それらは不必要な心痛から皆さんを救うだけでなく、皆さんが義にかなった伴侶となり、義にかなった伴侶を選んで幸せで実りある家庭を築く助けとなることでしょう。今日は私をウェンディおばさんと思って話を聞いてください。私も姪や甥に語るように率直にお話しします。ウェンディおばさんの愛と結婚に関する4つの真理は次の通りです。真理その1、愛と結婚に関する真理は、幸福の計画の中で結婚をかけがえのないものと定められた天の御父から聖霊を通してもたらされます。御霊はこれらと他のあらゆる真理を伝えてくださる真の使いです。真理を理解しようと努めるようお勧めします。それとは対照的に、愛と結婚に関するあらゆる偽りを生じさせるのはサタンとその手下です。サタンはその犠牲者を誘惑し、彼らが愛と結婚を怪我して貶めるものを受け入れるたびに喜びます。しかし真理は真理、偽りは偽りです。どんなに巧妙なマーケティングやキャンペーンや主張も真理を覆すことはできません。真理その2、清さは真の愛の鍵です。皆さんの思いや感情、言葉、行いが清ければ清いほど、真の愛を与え、それを受ける能力は高まります。これは本当です。皆さんが天の御父に心を注ぎ出して祈り、耳を傾けるとき、あるいは心の疑問の答えを求めて成分を研究するとき、ポルノグラフィーなど自分の霊を傷つけるあらゆるものを避けるとき、神殿で礼拝するとき、先祖が儀式を受けるのに必要な情報を見つけるとき、皆さんは自分の清さを増す選択をしているのです。皆さんの将来の伴侶は、皆さんが真の親密な夫婦関係を築けるよう備えていてくれたことに感謝することでしょう。真の愛に備える最善の方法を探している独身の皆さん、それは思いと感情、言葉、行いを清く保つために必要なことをすべて行うことです。御霊を招き、導きと助けをいただきましょう。必ず助けてくださいます。既婚者の皆さんにも同じことをお勧めします。さらに清くなるよう努力するとき、さらに聖霊を受けることができます。個人の啓示を受ける能力は増し、人生の道筋がより明確になるでしょう。平安と喜びは増し、寂しさは薄らぎ、将来への希望が高まるでしょう。また勉強や仕事をするときに頭脳が研ぎ澄まされるでしょう。もう少し清くなろうと日々努力することによって得られるこれらの素晴らしい報いに加え、夫婦間の真の親密さを味わう能力が高まるでしょう。ポルノグラフィーが破壊的なのはそのためです。その推奨者たちが何と主張しようと、ポルノグラフィーは皆さんが最も素晴らしい親密さを経験するのを必ずや阻みます。さて、真理その3は皆さんを混乱させるかもしれません。なぜならそれはサタンと世の大半の人が愛と結婚について信じさせようとしていることとは正反対だからです。真理その3、主は夫婦の愛の重要な要素として、夫婦間の肉体的な親密さの素晴らしさと喜びを味わうよう望んでおられます。夫婦間の肉体的な親密さは神によって定められたものです。神がそれを命じ称賛しておられるのは、それが夫婦を互いに近づけ、
さらに主に近づけるからです。夫婦間の真の親密さには夫と妻の全身全霊が関わっています。それは夫の肉体及び霊と妻の肉体及び霊の結合です。その全身全霊の結合は夫婦が生活のあらゆる領域で一致していることを示します。2人はパートナーとして共に働きます。共に祈り、遊び、苦しみ、成長し、生活を楽しみます。互いのために犠牲を払い、最高の自分になれるよう互いを励まします。愛する兄弟姉妹、夫婦間の肉体的親密さは神聖です。実際夫婦は夫婦間の真の親密さの中で結ばれるときに最も神に近づけるのです。ではそのような親密さにどう備えればよいでしょうか。御霊を自分たちの伴侶とできるように義にかなった生活を送る必要があります。このことは真理その4につながります。夫婦間の真の親密さを得るには聖霊の助けが必要です。そのような親密さを夫婦以外が経験することは不可能です。なぜなら御霊はそこにおられないからです。パーリー・P・プラット長老は、聖霊にはあらゆる自然な情熱と愛情を増し、広げ、拡大し、清める能力があると教えました。想像してみてください。聖霊は皆さんの感情を清めることがおできになるのです。ですから、自分や伴侶の生活や夫婦関係に御霊を招くことのできるものは何であれ、夫婦間の親密さを経験する能力を高めてくれるのです。それほど単純で深遠なことです。一方、御霊を害するものは何であれ、夫婦が一致する能力を損ないます。怒り、情欲、許さないこと、争い、不道徳、罪を悔い改めないことなどは夫婦間の親密さを得ようとする試みを単なる性的な経験に貶めてしまいます。このように世俗的な性行為はこの世とサタンの影響下にあり、肉欲や官能、俗悪な情熱を伴いますが、神が定められた夫婦間の肉体的親密さは御霊の影響下にあり、御霊により高められ清められた情熱が伴います。つまり皆さんが清ければ清いほど夫婦間の親密さはより素晴らしいものとなるのです。世俗的な性行為では何でも許容されます。一方、夫婦間の親密さの場合、言葉から音楽、映画に至るまで、御霊とあなたと伴侶の霊を害するようなものは全て避けるよう十分注意が伴います。世俗的な性行為は公職で愛を壊すのに対し、夫婦間の親密さは愛を育みます。世俗的な性行為は男女とその肉体の品位を落としますが、夫婦間の親密さは男女を尊び、肉体を現世の大いなる勲章の一つとして称賛します。世俗的な性行為において人は利用され虐待されたと感じ、さらに孤独を感じますが、夫婦間の親密さにおいて夫婦はさらなる一致と愛と相互理解を感じます。世俗的な性行為は関係を傷つけやがて破壊しますが、夫婦間の親密さは夫婦関係を強めます。互いの生活と夫婦関係を支え癒し神聖なものとします。世俗的な性行為はフルートのけたたましい音に例えられ、夫婦間の親密さはオーケストラの壮麗な音色に例えられます。世俗的な性行為からは約されたものが決して得られないために単なる執着になりますが、神が定めた夫婦間の栄えある親密さは誓約を守る夫婦の間で永続します。要するに、御霊の承認を得た夫婦間の肉体的親密さは主に祝福され清めの力を持つのです。さて、強く幸せな夫婦関係を築くことは決して容易ではありませんが、確かに喜びをもたらします。結婚10周年の記念に結婚がもたらしてくれた喜びを表す良いプレゼントはないかと思い、夫にこれをプレゼントしました。ブランコです。愛する兄弟姉妹の皆さんを愛しています。これらの4つの真理を意識的に実践するならば、
永遠に皆さんを支え慰めてくれる幸せな夫婦関係を築き、一人でなれる最高の自分よりもさらに良い自分になれると確信しています。皆さんに証しします。神がその子らに与えられた最大の特権の一つは結婚です。結婚は比類ない喜びの源となり得ます。個人の清さがその喜びの鍵です。イエス・キリストの御名により、アーメン。愛する兄弟姉妹、大官庁会と十二使徒定員会からご挨拶申し上げます。この場に集ってくださることに心から感謝いたします。霊的な教えを受けるために心と思いを備えてくださり感謝します。2016年1月にワールドワイドディボーショナルでお話ししてから、私は日本やフィリピン、中国、カナダ、イギリス、ウェールズ、ドイツ、イタリア、スペイン、そして合衆国内各地を回り、皆さんの多くと会ってきました。昨年9月、エムラッセル・バラード長老や教会の他の指導者とともに洪水に見舞われたルイジアナ州バトンルージュの被災者に会いに行き、忘れられない経験をしました。日曜日、私たちはそれぞれ大きな生産会を4回開きました。1回は被災者のため、そして3回はさまざまな州から片付けを手伝いに来たボランティアのためでした。この写真からトレードマークのモルモンヘルピングハンズの T シャツを着た数百人が集った安息日の集会の様子がわかると思います。見知らぬ隣人を助けるため遠方から真夏の蒸し暑いルイジアナにやってきて、安息日に主を礼拝するため手を休めた若い男女の幸せそうな顔を見てください。大部分は皆さんと同世代でした。意欲的な素晴らしい人々を眺めながら、私はある思いに圧倒されそうになりました。その思いとは、目の前にいる男性女性たちが近い将来教会の指導者となるということです。ですから今夜は世界中で集まっている皆さんを想像しながら、この思いに焦点を当てて話したいと思います。皆さんは主の教会の未来の指導者です。指導者として舵を取る準備はできていますか？1年前、私は皆さんに本来なるべき本物のミレニアル世代として立ち上がるようにチャレンジしました。皆さんには地の隅々から先民を集め、救い主の副千年のために世を備えるという責任があります。それを選んだ全ての人がイエス・キリストの福音と福音の祝福を全て享受できるようにするためです。今夜は皆さんがその務めに備える方法についてお話ししたいと思います。まず、結婚と家族に集中してください。先ほどウェンディーおばさんが愛と結婚に関する4つの真理について話した時に受けた印象を実行に移してください。皆さんは道徳の無秩序とさまざまな罪に取り巻かれている現代社会の中から先民を集めるという責任を主から受けています。それは決して簡単ではありません。ルシフェルと手下たちはあらゆるテクノロジーや通信手段を利用して、人生や幸福の真の源について偽りを広めています。したがって、皆さんが地上で行うべき務めを行うには、皆さんの世代が発揮できる最高の指導力が求められます。幸い私たちには素晴らしい手本があります。世の人々はナポレオンやジャンヌ・ダルク、ジョージ・ワシントンやマハトマ・ガンジー、マザー・テレサなど著名な指導者の手腕に目を向けるかもしれませんが、地上における最も優れた指導者は神の預言者だと私は思います。今日まで16人の男性がこの神権時代、すなわち地上の歴史の最高潮を飾るこの神権時代に、回復された主の教会の大官庁として主に選ばれてきました。
これら16人のうち私は10人を個人的に知っています。私がいかに高齢であるか分かりますよね。もう緑色のバナナは買わないと言えば分かりやすいでしょうか。自分でイースターエッグを自分で隠して自分で探すなんていうことも言えるかもしれません。もし皆さんが本物のミレニアル世代として立ち上がりたいと本気で思うなら、これら16人の神の預言者の生涯と教えについて学ぶようお勧めします。学ぶことで皆さんの人生が変わります。私が彼らから学んだ指導の原則をいくつか紹介しましょう。第10代大官庁のジョセフ・フィールディング・スミス大官庁の家は、私が子供時代に住んでいた家の数軒先にありました。スミス大官庁の末の2人の息子は私の幼友達で、よく家に招いてくれました。1971年に私が中央幹部に召された時、スミス大官庁が教会の大官庁でした。亡くなった妻のダンツェルと私はその年の後半、イギリスのマンチェスターで開かれた最初の地区大会で大官庁に同行しました。その時私は大会に先立って中央幹部の報告を聞いていたスミス大官庁から、効果的な指導力とは何かを力強く教えられました。全員の報告を聞き終わったスミス大官庁は、尊大な態度で指示を出そうとはしませんでした。彼は大官庁らしい威厳を持って立ち、94歳になる自分の知恵を提供すると同時に、兄弟たちを愛し、彼らを心から助けたいと思っていることを伝えたのです。人々に愛を示し、彼らを信頼する大官庁の素晴らしい指導力に私は感動しました。地区大会の後、私たちが大官庁の素晴らしいメッセージに賛辞を述べると、彼は簡潔にこう答えました。ここに来たのは成功するためですから。スミス大官庁は御業を推し進めるために全力を尽くすときに、主がその集会の成り行きを導いてくださると信じていました。信仰と祈り、学習、努力こそ勝利の方程式です。スミス大官庁が成功するためにイギリスに行ったように、御父が皆さんをこの最後の真剣時代の地上に送り込まれたのも、失敗するためではなく、成功するため、かつその中で喜びを見出すためなのです。第二次世界大戦後の1945年12月、エズラ・タフト・ベンソン大官庁が十二使徒定員会に入ってわずか、年後のことです。ジョージ・アルバート・スミス大官庁は当時のベンソン長老をヨーロッパ伝道部を管理するよう召しました。現地の状況は深刻でした。戦争により生活が一変した会員たちの愛の手を差し伸べるため、ベンソン長老は10ヶ月をかけてドイツ、ポーランド、チェコスロバキア、スカンジナビアを巡回し、苦しむ生徒たちに食料や衣類、寝具を配りました。ベンソン長老は乗り越えられそうもない困難に何度も直面しました。それでも主の力により障害を乗り越えることができるという揺るぎない信仰を何度も示しました。40年後の1985年11月、教会の大官庁に選任されたばかりのベンソン大官庁は、若手の十二使徒だった私に東ヨーロッパの国々の門戸を開く割り当てをくれました。当時東欧諸国は共産主義の圧力を受けていました。私はそのような難しい割り当てを行うのに準備不足だと感じましたが、ベンソン大官庁自身、先駆者として困難な道を切り開いてきた人です。大官庁のように突き進まずにいられるでしょうか。大官庁の模範に倣って私は祈り、全力を尽くし、そして主の助けの手による奇跡を
目の当たりにしました。目の前の壁の大きさに圧倒された時にはベンソン大官庁から多くのことを学べます。彼は8年の間市長を務めながらドワイト・アイゼンハワー大統領の下で農務長官として働きました。どうやって両方を果たしたのでしょうか。本人の言葉はこうです。全力で働き、自分ができるあらゆることをします。足りない部分は主に補っていただきます。まさに人生の指針となる言葉です。ゴードン・ B ・ヒンクレー大官庁は精力的な指導者で、教会運営について特別な訓練を積み重ねていました。第15代大官庁として奉仕する前、3人の大官庁の顧問でした。若い頃イギリスでの伝道を終えて帰還した後、教会の職員として大官庁会や十二使徒の指示の下で働きました。難しい問題を解決するよう頼まれることが何度もありました。例えばデビッド・マッケー大官庁はヒンクレー兄弟に、教会の発展に伴う翻訳の必要を満たすためにエンダウメントの儀式を映像化する方法を模索する割り当てを与えました。ヒンクレー大官庁はコミュニケーション能力に優れた人でした。熟練したジャーナリストから世界的指導者まで、どんな相手にも臆することなく福音について語りました。私はヒンクレー大官庁がソ連のゴルバチョフ元大統領の心を和らげた時の様子をこの目で見ました。当初大統領はヒンクレー大官庁の執務室で会うことを拒み、自分が宿泊するホテルの部屋での会見を主張していました。ところが実際に教会の本部で会った時に、ヒンクレー大官庁が大官庁会議室の壁が美しいチェルケス産のクルミ板でできているのを紹介すると、大統領は驚きました。その木材はまさにロシアにある大統領の出身地から来たものだったのです。大統領の心はすぐに和みました。ヒンクレー大官庁はいつも楽観的でした。それは主を完全に信じる信仰があったからです。大官庁を務めた13年近くの間に教会を驚くべき革新の時代へと導きました。その功績には小規模神殿の導入、カンファレンスセンターの建設、79の新しい神殿の発表、そして当時稼働していた124の神殿のうち95の奉献や再奉献が含まれます。ヒンクレー大官庁のビジョン、そしてそのビジョンを実現するために自分に課した努力に限界がありませんでした。ヒンクレー大官庁は教会歴史の第一人者であり政権者でもあったので、将来について宣言することを恐れませんでした。彼はこうおっしゃいました。キリストの大義は威厳と力を持って進み続け、やがて地を満たすことでしょう。福音を述べ伝える技に対して今は閉ざされている扉がやがて開かれることでしょう。現在福音を述べ伝える技に閉ざされている扉も必ず開けられるはずです。全能の神は必要とあらば国々を震え上がらせて謙虚にさせ、生ける神のしもべたちの声に耳を傾けさせることもおできになるのです。今地上における主の生ける預言者はトーマス・S・モンソン大官庁です。私たちは大官庁を愛し支持し、彼のために祈っており、実に多くのことを彼から学んできました。考えてみてください。大官庁は22歳でビショップに召され、そのワードには夫に先立たれた姉妹が80人いました。そして若干36歳で使徒に召されました。モンソン大官庁は次のモットーを掲げて生きていました。もし主に何か必要なことがあればトム・モンソンに頼めるということを主に知っていただきたいものです。大官庁は個人に手を差し伸べ救助することの手本を示しました。人の世話をすることが時間や集会、予定の管理よりも大事であることを
身をもって教えてくれました。生涯にわたりモーソン大艦長は長時間仕事をした後に回り道をして家に帰ることがよくありました。病院に立ち寄り苦しんでいる人を慰めた日もあれば、特定の家に立ち寄るよう導かれる日もありました。大艦長が突然ドアをノックした家では、応対した人が涙ぐみながらこういうこともありました。どうして娘の命日だと知っていたのですか？それまた、どうして今日私の誕生日だと分かったのですか？モンソン大艦長は生涯にわたり神の預言者が類まれな指導者として持っている2つの基本的な資質を一貫して示してきました。1つ目の資質とは、第1と第2の偉大な戒めである誠心誠意神を愛し、神の子供である隣人を自分と同じように愛することです。2つ目は、どの預言者も知っていることですが、啓示を受ける方法とそれを受けた時には迅速に実行することです。トーマス・S・モンソン大艦長は義にかなった指導者とはどういうものかを体現しているのです。神の預言者は多くの共通の特質を持っています。一つは、どの預言者も神の律法の重要性を理解しています。神の律法の知識と効果的で義にかなった指導力には密接な関連があります。神の律法について知れば知るほど、そしてさらに重要なことに、実践すればするほど、あなたの義にかなった指導は一層効果的になります。私が若い医学生だった頃、人間の体について熱心に学んだことにより、神が生きておられると確信しました。肉体が神の創造物であると知るにつれ、肉体を治める神の律法にますます興味を抱きました。詳しい研究を通して、私は心臓の脈を働かせる法則を学びました。さらに繊細な手術による修復を行うため、脈打つ心臓を安全な状態で一時的に停止させることができると分かりました。これは心臓に送られる血液中のナトリウムとカリウムの浮遊率を変えることでできます。そして通常のナトリウムカリウム浮遊率の血液を使って心臓に栄養が送り込まれると、心臓は再びいつも通り脈打つのです。これらの発見は予測可能で確実であり、再現可能であると証明されました。最近ある医学部の授業でこのことを説明する機会がありました。その場にいた知識豊富な教授が、もしうまくいかなかったらどうしますかと尋ねてきました。私はいつもうまくいきます、神の律法に従っているからですと答えました。神の律法は反論の余地がなく、否定することも異議を唱えることもできません。そして神の律法に従うと、それに伴う祝福を必ず受けます。祝福は常にそれが基づく律法に従うことによるのです。実存主義者は自分の解釈を加え、相対主義者は狭窄された目で見た現実を正当化し、真理はただの主観的体験に過ぎないというかもしれません。しかし神の律法は律法であり、神の真理は真実です。神が義とされることは義で、非とされることは非なのです。だからこそ皆さんが神の律法を知っていることが肝要なのです。この宇宙や他の宇宙は神の律法によって支配されています。この神の律法を損なうと、それに伴う結果がもたらされます。神の律法を犯す人に私たちの心は痛みますが、その人は罰を受けなければなりません。神の律法には従わなければならないのです。私はキンボール大艦長の手術を行うときにこれを学びました。内蔵されたペースメーカーが突然作動しなくなったとき、大艦長は私に助けを求めました。
初めに大官長は真剣の祝福をするよう私に頼み、祝福の中で壊れたペースメーカーが治ると約束されると次のように言いました。今度は約束を実現するために必要なことを全て行ってください。手術を始めるとペースメーカーから心臓に電気を送るワイヤーの絶縁体に破損があるのを発見しました。壊れたワイヤーを交換するとペースメーカーはすぐに作動し、キンボール大官長の心臓は正常に動き出しました。神の預言者であろうとも電気の伝達に関わる立法を無視することができなかったのです。キンボール大官長は確かに神の預言者でした。さまざまな病気を患いながらも啓示を求めて熱心かつ洞察力にあふれた学習を行う彼の姿を身近で見て、私は大官長から多くを学びました。大官長を愛する気持ちは無限大です。世は不安にあふれていますが、皆さんは真実と偽りについて不安を抱える必要はありません。不安とは不完全な情報、未知の情報から生まれます。使徒として皆さんに強くお勧めします。決して変わることのない神の律法を学んでください。研究と信仰により学んでください。つまり何よりも神の口から出る一つ一つの言葉に従って生きてください。神の律法とサタンの巧妙な偽りを含む人間の哲学を識別できるように祈ってください。長年の時を経てルシフェルは欺瞞の腕を磨いてきました。心を混乱させ事実を曲げ人を欺き誤った道へ進ませることに長けています。絶対にサタンの巧みな罠を避けるようにしてください。サタンが仕掛ける罠は皆さんを惨めにし霊的に虜として死をもたらすだけです。これはいつでも真実です。ルシフェルの罠に屈した時の結果は悲しいことに予測可能で確実で再現可能なのです。逆に神の戒めを守りその律法に従って生きるなら、皆さんは一層大きな自由を得るでしょう。この自由により神から受けた特質を知り個人的に反映することができます。罪の束縛から解放され自分らしく生き効果的で義にかなった指導者となることができます。皆さんが必要とされるあらゆる場面で教えと模範によって導く準備ができます。幸いなことに神の戒めを守ることから来る祝福もまた予測可能であり確実で再現可能なのです。主の回復された教会の会員として私たちは主イエス・キリストが究極の教師であることを知っています。本物のミレニアル世代として皆さんはイエス・キリストの真の弟子となるために生まれました。実のところ本物のミレニアル世代となる唯一の方法は主の真の弟子となることです。より良い弟子となるにはどうすればよいでしょうか。助けになることをお勧めします。皆さんが受け入れてくだされば課題のようなものです。今晩から毎週少しの時間をとって旧約聖書にあるイエスの言葉と行いをすべて学んでください。イエスは旧約聖書に出てくるエホバです。また新約聖書にある主の律法を学んでください。イエスはキリストだからです。モルモン書にある主の教えを学んでください。主の使命と共同の技について最も明らかに述べられている聖典は他にありません。そして教義と制約にある主の言葉を学んでください。この真剣時代においても主は民を教え続けておられるからです。
大きな課題に思えるかもしれませんが、ぜひ引き受けるようお勧めします。イエス・キリストに関するあらゆることを学ぶなら、主と神の律法に対する愛が想像をはるかに超えて増すことを約束します。また罪を避ける力と戒めを守りたいという思いも増すことを約束します。イエス・キリストの弟子をあざける人々の娯楽としがらみから遠ざかる力も増します。学習の助けとして聖句ガイドのイエス・キリストの講の参照聖句を見てください。主のさまざまな称号や呼び名がそれぞれ皆さんにとってどんな意味を持つか理解できるよう祈り、熱心に求めてください。例えばキリストは皆さんと御父の間の仲介人であり、皆さんの味方です。皆さんが主のようになることを選ぶたび、皆さんを弁護し、皆さんのために代弁者となってくださいます。主が生ける預言者や使徒を通して教え続けておられる言葉を全て学ぶことにより主を知ってください。家族、世界への宣言や生けるキリストを学んでください。どちらも啓示によって書かれたものです。インターネット上に載せたり、毎日見えるところに掲げてください。啓示されたこれらの言葉は真の末日聖徒なら誰でも信じていることです。これらの真理が神の律法であるという確信を得るために祈ってください。自分の言葉で真理をはっきりと述べられるようになってください。練習してください。そして信じていることを述べる機会を求めて祈ってください。そうするときに皆さんはより一層周囲を導き、義にかなった影響を及ぼすことができるようになります。いつの日か皆さんは救い主の前に立ちます。主の前にいることに圧倒され涙することでしょう。皆さんの罪の代価を支払い、他の人への不親切を許し、現世の生涯で味わった痛みや不義から癒してくださった主に感謝の言葉を見つけるのに苦労することでしょう。不可能を可能にできるように皆さんを強め、弱さを強さに変え、主と家族と共に永遠に住めるようにしてくださったことを主に感謝するでしょう。主の身分、食材、特質は皆さんにとって個人的で現実のものとなります。でも主に会うまで待つ必要はありません。今主の真の弟子となることを選んでください。主を愛し、主のように仕え、導きたいと心から願う人になってください。私たちは主の民です。すべての国民、部族、国語の民、民族に福音を携えていく誓約を交わしています。義にかなった指導者となるために意識的に努力するとき、私たちは心を合わせて神の御業に進みてと歌うことができます。私は神の使徒の一人としてその鍵を行使し、皆さん一人一人に祝福を残します。神の律法を学び、それを守って生活するよう祝福します。言葉でも行いでもイエス・キリストの真の弟子として良い模範となり、罪を犯さず、人々が皆さんの放つ善良さと光に惹かれるように、そしてその根源を知りたい、感じたいと思うように祝福いたします。学業や職業において成功するように祝福します。徳高い伴侶を求め、その人を大事にすることができるよう祝福します。そして家族や地域、国や教会において義にかなった指導者となれるよう一人一人を祝福します。皆さんを祝福し、
神が生きておられることを証しします。イエスはキリストであられ、これは主の教会です。イエス・キリストの聖なる御名により申し上げます。アーメン。
天のお父様、私どもは素晴らしいこの機会に心から感謝を申し上げます。ネルソン姉妹とネルソン長老からお話を聞くことができました。御子イエス・キリストにその共同の技に心から感謝をいたします。そしてまた私たちを続けて悔い改め、そして進歩するよう助けてくれる主の贖いに心から感謝を申し上げます。また今日進められ、そして招かれた常に私たちが御霊を共にあり、私たちが清められるようにと教えられましたことに感謝をいたします。また御子イエス・キリストの生涯とそして教えを学ぶように進められましたことも感謝をいたします。またこの福音を教えているさまざまなその預言者の話も聞きました。どうぞ私たちが御子のようになることができるよう努力を続けることができますように、また贖いを私たちの生活の中に働かせ、イエス・キリストの特質をより一層身につけることができますように、私たちが人生の中で大事な決断をするときにあなた様の導きがありますように、また特に預言者モンさん大官庁の上に特別の祝福がありますように、そしてまた使徒とそしてその他の指導者たちが私たちを守り、そして助けてくれることに感謝し、彼らも祝福してくださるようにお願いいたします。また続けて今日一日を無事に過ごすことができますように、また家に無事に帰れますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。